皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パン作り講師、高橋孝子です。本日はこちらのパンのご紹介です。じゃん、この中のこちらですね、フーガス、はい。今回ですね、アコ酵母で作っております。材料の方ですね、こちらのパン、材料の方がですね、純強力粉タイプ ER、 あとお砂糖ほんのちょっとですね、あとお塩とアコ酵母のストロング、はい、あとお水ということで、フィリングの方が、ブラックオリーブとローズマリーとクレイジーソルトという形でこちらの方を作ってます、はい。とてもね、単純な、まあ、木の葉をモチーフにして作っていくのがマフガスなんですけれども、すごくですね、アコ酵母とかで作るとですね、普通のイーストで作るよりもこうむっちりもっちりした感じの味わいとか、あと薄くしたところはすごくこうクリスピーな感じになっていて、厚いところはパンみたいに食べれるのでものすごく美味しいんですよね。で、まあ、発酵自体は長時間発酵なので10時間ぐらいとかかけて一次発酵を作っていくんですけど、二次発酵っていうか、まあ、ちょこっと熟成っていうか、まあ、置いて、でその後すぐ焼いてっていう形なので手軽に作っていけるパンです、はい。じゃあね、こちらの方ですね、早速試食の方をしてみたいと思います。ちょっとバリバリしてるんでバリバリした音がね聞こえてると思うんですけど、はい、こんな感じです。よし、はい、ではこちらの方ですね、では食べてみます。パリパリしてて美味しいです。そしてなんていうのかな、あれですね、塩味とかが効いてるので、今回の場合はクレイジーソルトでいってますけれども、ハーブソルトとかそういうのでもいけると思います、はい。結構ね、このパリサクな感じがすごく美味しいパンになってますのでね、はい。で、あともう一つですね、こんなのもおすすめですねじゃんワイン、はい。こちらの方のパンはワインとか、あとビールとかですね、お酒とも非常に相性がいいです。ぜひそんな食べ方もしてみてください。パーティーのシーンの中でね、さらっと作ってパッと出すっていうのにもすごく向いてるフガスですので、はい、ぜひよろしかったら作ってみてください。こちらの方の、講座ですね、7つの天然酵母のベーシッククラスの方でフガスの方はやってますので、はい、こちらもぜひ遊びにいらしてください。